こんばんばは、今日は2020年度の7月、高さが受けた真剣、えー、模試ですね。えー、休日模試です。やってみます。この6番です。頼まれたの6番です。まずいきます。I wish があったらもうどう見てもこれは家庭法ですね。I wish 過去形でくるか、I wish 過去完了でくるか、これは意味の意味次第ですね。h o w to play the piano 10 years ago when I was じゃあ私が小学生だった時にえっ、ー、と これもう10年前って書いてあるから過去の意味にしないといけないからこれですねえっ、ー、と私はピアノ10年前にピアノを、えー、の習い方を弾き方を習っていたらなと10年前小学校の時にピアノの弾き方を習っていたらなという仮定法 I wish え過去完了ですねじゃあこれ選んでくださいでこっちはないよといいねこっちだったら現在形で訳さないといけないと、えー、次 今,晩の今夜のパーティーはインフォーマルです。だから正式なもんじゃないよと。で、みんなカジュアリー、まあカジュアル、ビードレストで清掃するだけど、まあカジュアルな清掃して、つまりまあ砕けた清掃、まあ普通の普段着で来るよと。そういう、じゃああなたはドレスアップする必要ないよってことですね。You don't have to dress up。回答1番ですね。はい、次。問イさん。It's a pity that。まあざっとイカっていうのは残念だと。 えっとざっといいか彼がその映画を見なかったと。He might have been very interesting. これはファインドを選ぶことによって何なんだとわかると。ファインドを選ぶことによって何なんだとつまり彼がとても面白いととても面白いと思ったかもしれない映画を見なかったっていうのは残念だとっていうことで二番ですね。で次問四。私の髪の毛はリアリ。 マイ,マイヘアイズバードに、ね、マイヘアイズリアリーグローあ,あまりも長く伸びていると、本当にね。で、私はほとんど1年、ほとんど1年間これこれですよと。えー、っと、1年近く切ってもらってないって形でいいか。ハブを使ってね。切ってもらってないよと。ということは、トイオンはハブを使ってください。この、これね。 ハブントだから過去,完了あの過去分詞ね。ハドゥント・ハード・イとカット。イットってこれ髪の毛ね。髪の毛を切ら,刈ら,れ,た切られた状態にすると。っていうことで3番ね。切ってもらってないよと。はい次。問いの5。彼女はこれ気にするだから。これこれすることを気にしない。えっ、ー、と、朝5時にで家を出ることを気にしない。えっ、ー、と、で、これ何か入れると。選択肢見ると、えっ、ー、とね。 ユースツの使い方ですね。ユースツはよくなんなんしたもんだったもあるけど、ユースツの後はジン持ってくると、B ユースツはジンか。B ユースツはジンでなんなんすることに慣れている。これか。4番か。彼女は朝早く起きることに慣れていると。これ持ってくればいいですね。朝早く起きることに慣れていると。はい。で、問い6。私は予期すると。Expect 人との交分ね。すべての学生が中以下であることを予期する、期待すると。えー、少なくとも、うん。えっ、ー、と、 テストが始まる、うん、少なくとも、うん、に、えー、と教室に入っていることを期待する予期すると。ということは「b e ビフォ e かテストが始まる10分前に少な,く少なくとも10分前にっていうことですね。はい。で次。じゃあえっ、ー、とあと左側だけね。はい。見えるかな えー、次の1から3の英文にはそれぞれ一箇所だけ文法的な誤りが入っていきましょう。これは、いますよ。エネルギー use in towns accounts for about the third of all global releases of heat trapping greenhouse gases. あ、これ意外と難しいな。意外と難しいね。これは、いや、これ意外と難しい。だから、あの、一応訳から言いましょうか。えっ、ー、と、都会のエネルギー使用は、 えこれトラップはの、まあ、包み込む、逃さないということですね、えーと。熱を逃さない温室効果ガスの世界全体の3分の1を占めているぐらいの感じでしょ。このアカウント4は7を占めるっていう意味ね、7を説明するじゃなくて、占めるっていう意味があります。ということは、3分の1って形にしたいと、3分の1。どれでしょう ということは。三分の一でこんな言い方でしたっけ。ワンサードですよね。もしくはアサード。っていう形にしないといけないから。二番ですね。だから、まあ、これ引っ掛け、で、これ三番目のって意味になっちゃう。これやったらね。いいかな。はい、次二番。アフレンド前、私の友達、all with、tell with me that。t って言うかのことを言ってくれるといつもね。I look much younger than I am。that always delights me。私は。 実際,まあ、実際よりもって意じゃん。実際よりも若く見えるよと。えっ、ー、と、で、そのことは私を喜ば、いつも喜ばせますと。これは、これは合ってるんですよ。だから、今現在の私よりも若く見えると。見た目よりも若く見えるよってことでしょう、ね、多分ね。で、この四この4っていうのは合ってますこれは全文を指すウィッチ。全文を指すウィッチってありましたよね。 だから、えー、と回答4番にしてください。回答4番全文,文を指すウィッチってやつね。全文を指すウィッチ。だからそのことは私を喜ばすだっていう形にしてください。で問いさん。ざ、えっ、ー、と言いとしばしば言われてますと。えー、なんかおかしいな。えー、とニヤリー、およそのアメリカ人は、えー、とディセンダンツ。まあ子孫ですね。 Those who came from 他の国々からやってきた人々の子孫であるとこれとほとんどにしたいんかなほとんどにしたいんですねほとんどニアリーってこれ副詞だから名詞に持ってきちゃまずいですねだからえっ、ー、とモーストこれモーストに変えとかないといけないとですよねはいじゃあいいかなで次 C えっと、1から3の日本文の意味に合うように並び替えなさい。それがいかに深刻な問題になりうるのか私には分かってなかった。それがしんいかに深刻な問題になりうるのか私には分かってなかったと。はい。えー、っと、これを全部書けんか。別に記号で選ぶわけじゃないかじゃあ、分かってなかったと、I had no idea ですね。だから、I don't know の言い換えが、I had no idea how serious の後に SV だから、The problem could be か。 the problem could be. にしてください。I had no idea how serious the problem could be. まあ、女同士の could と書いてあるから could be ね。で、次。君、そんなに君たちが騒いでいたら勉強に集中できないよと。というのは集中できないよう前に持ってこないといけないか。I can't focus on、I、ING ですね。Focus on studying. えー、っと、その後に、二重状況の with か。with you making noises か。with you making noises。 あなたがメイキングしてるっていう状態って考えればいいか。I can't focus on studying with you making noises like that. はい、次。えっ、ー、と、一緒に過ごす時間が増えるにつれて、これはザ・ヒカキュー・ザ・ヒカキュー公文ですね。両者の間に生じる誤解を減ることはないだろうと。一緒に過ごす時間が増えることによってできます。The more time you spend with each other, the fewer misunderstandings か。The fewer misunderstandings There, there will be between be will だから主語同士の形。回,回答の部分は The few are misunderstandings, there will be between you.、ね、誤解はだろうじゃない減ることになるだろうか。だか誤解が少なくなるだろうという意味では The few are misunderstandings、ね、の形にしてください。じゃあそこまでしましょう。はい